You're listening to Shibuya Cross FM.今週も始まりましたネクストパワーでございます。番組パーソナリティを務めます辰木亮と、はい、シンポンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません、鼻声なんですね。本当でもさ、はい、体調崩してる人多くない？ここ最近。いや、ね、季節の変わり目だからかしら、うんね、季節の変わり目にしちゃもう10月も終わりだけどねみたいなね急に来たんですよ、うん、まあ、うん、まあ、何でも急に体調が崩れるもんだと思うんですが、そうね、そうだね、確かに、うん、なんかインフルかコロナだったでしょうって言われて、なんか悪いから熱下がってから病院行ったんですけど、1週間、うん、全部潰れ、ね、記憶がなく、うん、あ、記憶がなくないです。だから、うん、みんなでやり取りしてたら今見返して、うん、ああこんな返信してたかもみたいな、うこのうる覚えうっすらみたいなね、うん、で1週間でしょ、うん、でその次の週で巻き返すでしょ、うんうんうん、もう一回風邪ひいて、うん、今治って、うん、今です、今です、今ここみたいな、今ここ、うん、シンポンさんは元気ですか？元気は元気ですよまあ自分もちょっと鼻はね、あれですけど。風邪ひかず？風邪はひいてない。なんでだろう昼間暑くて夜寒いからかな。まあ、まあ確かにね、その気温差にやられてる人も絶対いるよね、うん、だってなんかな、日中とかがさ、うん、割と気温があるからさ、油断してさ、うん、そう行くとさ、夜になってるとさ、めちゃくちゃこう気温下がってたりとかしてさ、ビビッと、ね、あれみたいな、シャツ1枚だと厳しくないみたいな夜とかがね、あったりとかね、うん、だって十何度時で、うん、夜風強くて、うん、でも昼間25度とかで、うんうんうん、もう地球も滅びるんじゃないかとそこまでもう思って、うん、過ごしてますけど、まあ、温度差がね大変ね、ある日もありますからね、皆さんね、着ていく服はお気をつけになってください。本当に立ち悪い、うん、風邪ひくと、しかも大人で熱出すと一番立ち悪いから、うん、皆さんね、うん、ぜひ、うん、気をつけて、気をつけて過ごしてください、ね、もう龍角散を舐めまくっていただければと思います。はい、じゃあちょっと番組の趣旨説明させていただきます。はいはい、この番組は LGBTQ に関する情報やセクシャリティ、ジェンダー含めて業界ジャンルにとらわれない内容をお届けする番組です。多様性社会の実現のために、次にどんな力が必要か、それぞれの性のあり方や生き様、 MC 陣やゲストや専門分野の情報や考え方などを通して考えるヒント、生きるヒントとなるようお伝えするトークライブになります。イエイイエイLGBTQ とはじゃじゃん、レズビアンやゲイといった同性愛者、男女どちらも愛せるバイセクシャル、生まれた時に割り当てられた性別とは異なる性で生活することを望むトランスジェンダーなど、自分自身の性的指向が決まっていない、わからない、クエスチョニング、クイア、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。はい、この番組では随時メッセージを募集しておりますので、感想やご要望などをお送りくださいませ。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp でございます。2回言った大事なことは2回。そうです、大事なことは2回です。はい、では続きまして番組のスケジュールのご案内です。まずこの後ですけれども、一番最初のコーナーがレギュラーコーナーの今週の MC's チョイスです。こちらでは担当する MC が、選んだ話題でおしゃべりをしていくようなコーナーになっております。続いてがゲストコーナーの MC's フレンズです。いつもは個性豊かなゲストさんをお迎えしてトークライブをお届けしておりますけれども、本日はこの MC2 人でのトークをお届けしたいと思いますどんなトークになるのか、たつきくん、あのりょうくんの方が握っているので、楽しみに待っていてくださいませ。頑張りますぐだぐだ言わない言わない、はい、はい、LGBTQ って何、自分には関係ないという方にも聞いていただけると、より素敵な人間関係の構築に役立つと思うので、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。この番組は Uber Japan 株式会社の提供でお送りしております。ここで Uber よりご案内です。
Uber はテクノロジーを通じて人や物の移動を変革するプラットフォームです。タクシーやハイヤーの、配車サービス、Uber タクシー、Uber プレミアム、そしてタップ一つでお好きな料理や食品、日用品などをお届けするオンラインデリバリーサービスの Uber Eats を提供しています。Uber Eats は全国47都道府県で10万店以上の加盟店、10万人以上の配達パートナーの皆様とともに、あらゆる商品を寝台とともに約30分でお届けします。また Uber Japan には LGBTQ+ に関する理解の促進、当事者が働きやすい環境づくり、アライの可視化などを目標に活動する任意加入の従業員のグループがあります。Uber が目指す変革において LGBTQ+ コミュニティへのサポートをはじめとする多様性の推進は非常に重要な位置を占めています。 Uber で働く人、そのサービスに関わるすべての人が自分らしく活躍し、快適にサービスを利用できるよう、これからも活動を続けていきます。詳しくは Uber で検索してみてください。それではこの NEXT POWER はこの後19時50分までの生放送です。イケてるからあって Branding my bargain soul ライトに照らされて踊る好き my lover まさかの誘いに記憶を預けて Funky night I'm looking for you 見つめる線のその先には僕を意識してる、もしもそうならぶつかるふりして近づけたらもうあとはわかるよね You're the one for me 時間を止めて Kiss me Do like sing this song for you We like it good 朝まで続くクロスオーバーキラキラウィッシュオーレスター最高のウキウキショータイムふりしてランディングマイラブアンピース。はい、お送りした曲はアンダープレイヤーさんのクロスオーバーでした。よいしょ、午後7時からお送りしておりますネクストパワー、はい、ネクストパワー渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお送りしております。はい、お送りしております。MC チョイスある前に Uber さんの話少しさせてもらってもいいですか。いいよ、うん、ホームページってすっごいじっくり見たこと僕今までなくて。あ、 Uber さんの。そうなんです。だからちょっと自分もめっちゃ遠目に行くことないけど、はーと思ってじっくり見させていただきました、うん、ありがとうございます。素晴らしい。すっごいあるんですね、うん、コミュニティが。ああそうなんだ。そう、なんかさっきの従業員グループみたいなやつ。そうそう、グループっていうのがあって、うんうん、LGBTQ だけなのかなと思って見たら、うんうん、やっぱ外資系だから、うんうん、なんだっけな、ちょっとニュアンス違ったら申し訳ないですけど、うんうん、先住民の従業員とか、はい、うんうん、なんかアジア系とかなんかそういうのいっぱいあるの、うんうん、コミュニティが。すげえと思って開くじゃない、うんうん、全部英文だった、うんうん、まあだよね分かんないと思って、その初めだけ日本語だった、うん、ああ切っちゃったら全部英語だったん、うん、ちょっと知りたいからぜひ、うん、Uber Japan さんそこの和訳表示をですねお願いしたいと。文章のところはコピーはできないタイプのページだったの。できます。すいません。そうよね、英訳変換アプリあるからそれにすればいいんですよ ね、 翻訳でね、翻訳すればね、すればね、ある程度の、ね、意味がつかめるかな。確かに確かに、ちょっと変かもしれないけど、うん、分かりやすいです ね、うん、そうで、なんかカフェテリアもいっぱいあったり、うん、ゲームスペースもあったりするんですって、うんうん、外資系の会社ってやっぱりそういうところなんかねすごいね充実してたりするよね、うん、なんかね、いろんな種類のワークスペースが、うんうんうん、Uber Zen とか言って、うん、Zen
禅、座禅の禅、ウバジャパンにだけある禅っていうルームが超静かに自分となんか仕事もできたりとか、うん、静かに過ごせる空間とかもあるんだって、うんうんうん、あ、なるほど、うんうん、就職したいと思って、うん、思いました、うん、っていう話をちょっとどっかでぶち込みたいなと思ったんだけ どちょっと今ちょっとぶち込んじゃいました、うん、ぜひ皆さんも興味ある方、うん、ウーバージャパンさんのホームページをゴリゴリ読み進めてみてもらえたらと思います、はい、そう、ぜひぜひ、ちょっと本社遊び行きたいなと思った、本当にちょっと今度ちょっと見てみてください、ねね、ちょっとみんなで遊び行きたいなと思っていいですかね、なんつってお邪魔しますね、ね、すいませんなんつってお邪魔できたそう、でもなんかこれもゲストさんがいらっしゃらない時じゃないと話しづらいなとかちょっと思って、しんぽんさんだから話しちゃった聞いちゃったということで、すいません、はい、MC'sチョイスですね、はい、MC'sチョイスですね、チョイス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 、本日ご紹介するのはこちら、チャラチャラン URL が出るか、はい、画面出ましたね、出ました、うん、はい、ありがとうございます。女性スペース守れ有志デモに罵声、新宿産経新聞ということでございます、はい、これね、読み進めるといっぱいあるんですけど、うん、はい、まあ、一番最初に書いてある通り、女性トイレや更衣室など女性専用スペースの利用は生物学的な女性に限るべきだと主張する女性有志のデモ活動が21日新宿区でありましたよと、うんうん、で性被害は女性が男性から受ける傾向にあって、うん、性自認が女性でも生物学的な男性と密室を共有することを懸念する女性は少なくない、はい、うん、で一方デモに抗議する人々も現れて、トランスヘイトは振りまくな、帰れ帰れなどと参加者の女性らに大声で叫んでいたなんていう場面もあったそうなんですね、うんうんうん、はい、でデモをされていたのは、杉並区を拠点にする女性と子どもの権利を考え街づくりに生かす杉並の会が主催されていたと。はい、だけど、うん、まあ、その帰れ帰れいう中ですね、彼女たち の代表の青谷さんか青谷さんって読むのかな、ゆかり代表、青谷ゆかり代表さんですかね、うんうん、は、抗議者からヘイトスピーチと批判される意味がわからない、トランスジェンダーの存在がダメとかおかしいとか一言も言ってないよと、うんうんうん、トランス女性は生物学的には男性であり、女性スペースの利用などでは線引きをしてほしいと言ってるだけだと、うんうん、そうなんですよねっていうような、一つ記事を見つけまして、うんうん、トイレ問題、はい、根深いなと、ね、思ってます、ね、しょっちゅうしょっちゅうね、うん、なんか何かのタイミングでね、ひょこひょこって出てきますよね、うん、定期的に出てくるね、うん、定期的に ね本当にね、なんか繰り返し繰り返し、まあ、なかなか ね、こ答えというか、うん、ね、着地点が見えない問題になってるからこそ余計になんでしょうけど、うんうん、そうどう思います、めっちゃ研修やってて、うん、僕やっぱトランスジェンダーだから、うんうん、トイレ更衣室の相談すごい多いんですよ、うん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 、で僕これ読んで、うん、このトランスヘイトするな帰れ帰れはちょっと言い過ぎだと思うんだけど、なんか両方の気持ちも分からなくもないなと思いつつ、うんうん、そうだね、うんうん、やっぱでも女性っていうくくりもあれだけど、うん、まあ、要はシス女性の安全性、うんうん、心理的安全性もそうだけど、うんうん、なんか守ってあげることも視野に入れないといけないから、うんうん、だからどう思うかをもっとみんなで話していかないといけないなと、うんうんうん、思っているんですけど、うん、はい、うん、シンポンさんどう思いますかこれはどう思いますか、どう思い、まあ、どう思いますかは難しいところですよね、自分はゲイっていうだけで別にトイレ問題で悩んでる立場ではないので、うんうんうん、ね、そういう意味ではこうリアルな問題としてはちょっと捉えづらいところはあったりするじゃない、同志でも、うんうんうん、そこは当事者、そこの問題での当事者ではないからね、うんうんうん、でもなんだろうね、うん、なんかこううーんと、まあでもさっきもねよく言ってたみたいに、まあディスカッションが必要なものでは絶対あるじゃない、うん、でかつ多分こういう意見の意見、うん、まあ意見だったり抗議活動だったりっていうところは、うん、もう完全に真逆なことを求めてる分、うんうん、
なかなか多分折り合いがつけられる問題にもそもそもなりにくいのかなっていう感じは、うんうん、なんかある種第三者的な目線で見てると、うんうん、なかなか解決する問題にはならないよねっていう感じは、うん、見えてきはきちゃうよねっていう気はしてるねえ、うん、これさでも例えば、うん、女性トイレに、うんトランス女性が入るとするでしょ、うんうんうん、でもそれもダメってしちゃったら、うん、要は社会的に女性と見られる要は我々でいうパス度っていうやつですよ、うんうんはい、高めの人は男性トイレに入れってなっちゃったら、うん、要は生まれてきた、生物学上の染色体で入れってなったら、うん、もうそれこそ今度トランス女性が危ないじゃない、うんうんうん、男性トイレにお姉さん入ってきちゃったみたいな、うんねうん、で、うん、でもシス女性も不安なわけでしょ、うんうんでもさ悪いことするやつって、うん、一つ目は、うん、トランスジェンダーだと嘘ついて入ってくるやべえおっさん、うんうん、そうだね、うんうん、でしょ、うん、もう一つは、うん、トランス女性だえトランス女性で女性が好きな、うんトランスジェンダー FTM ビアンと呼ばれる人の可能性があるわけでしょ可能性としてねでもさ、うん、ビアンだろうがなんだろうがさ、うん個室で変なことする人ってさ、うん、LGBT 関係なくダメじゃんってそうそう、うん、ってことはモラルよね、うん、そうだね結果的にモラルのところに落ち着く話ではそうですよあるよね だから要はそこに犯罪行為が行われないっていうことになればいいだけの話でしょっていう話なんだけど、うん、犯罪行為っていうことと LGBTQ の話がごったになってるからおかしくなっちゃってるのであってそういうことですよね、うんうん、やべえことやるやつは、うん、やべえ LGBT 関係なくやるんだっつうことで、うん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 だけどじゃあ何どうしたらいいちょっと待って難しくなってきたでも、うんうん、だけど危険性がより高くなるからっていうのを不安がってるってこと、うん、っていうことじゃない多分パイが増えるからうん、うんうんうんまあ、だからそのどこまでを、ね、トランス女性っていう形にして女性トイレに行ってもらうのかっていうところの多分線引きがね、だってそれが例えばその心の部分で、うんうん、心の辞任はっていう話になった時に、うんね、要は自傷っていうパターンの人が出てきた時に、うん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 、その懸念点が多分その、ね、抗議活動をしている方たちの中にはあるんだろうし、うんどうでしょう、うん、でもなんか自称男子だった時は、うん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 、そうだよねごめんねって思った派なんです、うん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 、社会に対して、うんうんうん、いやいやお姉ちゃんながら女のトイレ行きなよって言われて、うんうん、あそっかまだ自称と要はパス度低かったなと思ったんですよ、うんうん、でもそうじゃない人もいるわけですよね、うん、そうだね、うん、で差別だとかもし言っちゃった日にはもう大変なことになっちゃうしでも言いづらいですもんね、うん、いや自称でしょとか言ってねそうだね大揉めだから ね、うん、ねそこの多分確認なんてそもそも取りようがないじゃないみたいなね、うん、であれば確かにその安全性っていうところから考えた時に、うんうん、そこの問題をクリアにしてくれないことにはなかなか受け入れがたいよねっていう言い分ももちろん分かるは分かるじゃない、うん、じゃあさ仮にじゃあどうしたいの、うん、って感じじゃないですか、うんうん、だってじゃあ生物学的でも何でもいいんだけど、うん、男女のトイレしかなかった、うん、でもこのデモ抗議をした人たちは、うん、どうしたいんでしょうかねだってねまあ、その、ね、あのデモの、うん、姿を見てるわけじゃないからどういう、ねね、意図で、ね、やってたのかがわからないからね何とも言えないけ けど、ねうん、だってこれどっちに転んでも、うん、入り口でピッ染色体女性ピッ染色体男性っていうなんかジャッジする人みたいなのが、うんうん、どっちに転んでもいないと、うん、またはこうあピッてあなんか、うんうん、自称じゃない、うん
自称とかいう人いないといけなくなっちゃうでしょ。ゆくゆくはだから そういうシステムを取り入れたいんですかって話にもなってきちゃうじゃない。管理社会にされたいのっていう感じにもなってきちゃうから、それもそれでちょっと怖い気がするんだけどって、まあ、話を膨らませていけばって話ではあるけど、ね、うん、どう、いやだから両者どうしたいのって感じがすごくしていて、だって例えばよ、誰でもトイレ作ったところで、いや自称男です自称女ですの感じの人は誰でもトイレ使わないわけじゃないですか。だからどう転んでも危険ってずっとあるんじゃないかなと思って、危険性って、あの別に安全 100% 安全は絶対的にないじゃない、別に女性専用のスペースにしてようが、まあ仮にね、仮に例えば、女性を狙う女性のサイコパスみたいな人が現れちゃったら、それはそれでさ、危険性はあるわけじゃん、ね、あの子供を狙う女性のサイコパスとか ね現れたら、ね、安全っていうことではないわけだから 100% は絶対ないじゃない、どんなものであってもって考えたときに、むずいよね、だから本当多分それをどこまでを求めてるのかっていうところによって多分ね、解決の仕方ってすごい難しい問題になるんじゃないかなという気はするけどね、でも盗撮が嫌なら全隙間をなくした個室を作るとか ね、もうね、ね、そうなった時にじゃあね、中で問題がトラブルが起こった時にどう救出するのかみたいな話もね、確かになってくるかもしれないけどP とか ね、もうただトイレがしたいだけなのに、って感じですよね、シンポンさんは、あのほらナナピーは前、個室があるなら昔個室を使いたかったって、要は個室を使いたい男子もいるって前言ってて、確かにそうだよねっていう発見があったんですけど、シンポンさん的にはトイレは全然こう抵抗はないんですか。抵抗があることはあった、それは多分 LGBTQ とかって話ではなくて、あんまり自分あの人が近くにいるっていう状態があんまり得意ではないので、例えば映画館とかでもできたら行動ね空いてる席に座りたいしとか、コンサートとか行ってぎゅうぎゅう詰めとかになってると あしんどいみたいな感じになってくるから、なんかね、どうしてもこうパーソナリティスペースみたいなのは確保したいみたいな感じだから、空いてるトイレであれば別にそんなに気にならない。あ、なるほど、あの個室だろうが個室じゃなかろうが、じゃあそこまで不便はしない。そう、不便はしてないね、不便しないっていう気持ちが変な意味じゃなくて、だトイレって聞くとって敏感にやっぱなるわけ、トイレみたいな当事者だから、そうだよね、そうだからそうだよなと思って、当事者じゃない人ってトイレはただのトイレなんだよなと思ってて、でも面白いなと思って、この解決しない問題をですね、朝まで討論会したいなと思ってはいるんですけど、一生解決しないですよ。解決は多分ね、一生しない、なかなかしないよね、しかもトイレが綺麗でトイレにやたら力入れてるトイレ大国日本なだけに、トイレ問題はすごい敏感だなと思うんですよね。だってこの間行ったサービスエリアのトイレが、疲労度チェックが便器にセンサーでついてて、へー、すごくないですか。疲労度、疲労度、ピッて座って疲れてますかとかいう自己まずは自己記事をまず押すんですよ。診断テストみたいなのがあるんだ。でじゃあ動かないでくださいっつって、おし、ケツっぺたで、それで何を反応するの。そうで、なんか脈拍を測ってるから動かないでくださいっつって、トイレしてていいの、しちゃいけないのみたいな、座ってるんですよ、そしたらなんかピッてやって、なんか疲労度はこのぐらいだから、ちょっと髪を取っていきましょうとか、ゆっくり運転しましょうとか、言うんですよ、トイレが。なるほどね、長距離のドライバーさんとかにはちょっと ね嬉しいかも ねサービス的に ね、そうだから、トイレのサービスが行き過ぎるのでは、日本トイレだけじゃなくて、そもそもサービスが行き過ぎてるのでは日本っていうことになるじゃない。結局そのサービス慣れしてるからこそ、よりより便利なものを求めてたりとか、まあ、もしくは与えられてる恩恵を死守しようとする人たちっていうのは絶対現れてくるわけじゃない。確かに別にそれがなくてももしかしたら生きてはいけるかもしれないけど、もうすでにそれがあることが当たり前になってるから、もう当たり前を維持するっていうことにね、躍起になる人もね出てくるだろうしね。確かに、
でもおもてなし大国日本は、うん、そのままでありたい、うんうん、良し悪しですね、うん、難しいね本当にね難しいですよ、うん、もうそんな中で、うん、私が今回体験したことを次のターンで、はい、またこれも皇室問題出てくるんですけど、あ、そうなんだ、うん、少し紹介したいと思うんですが、はい、その前に、音楽を流したいなと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、お送りした曲はゴードンさんでバスルームでございました。はい、はい、午後7時からお送りしておりますネクストパワー渋谷シダックス1階のスタジオより19時50分までお届けしております、はい、続きましてゲストコーナー MC's フレンズフレンズフレンズなのですが、本日は MC のみでお送りしておりますので、はい、たつきの近況報告をですね、うん、近況報告をさせていただきたい。さっきの話はそこの中に含まれるの？そうなんです。続きは、はい、はい、了解です。ちょいちょい入っていきます。ちょいちょい入ってくるね。たつきの近況報告、はい、お願いします。お願いします、うん、じゃあちょっと写真を見ていただいて、これ、うん、なんか持ってるんですけど、何持ってるの？これはですね、うん、ダイビングの、うん、ライセンスの、ライセンス、うん、一番最初の一歩のライセンスを取った写真でございます、うん、ほいほいほい。ちょっとパディっていうグループの一番最初のオープンウォーターダイバーっていうののライセンスを取って、はい、うん、なんかあの資格も資格でこうプロまで行くのに段階踏んでこないとダメなんですよ。一番最初取ったんですよ、うん、で次がアドバンスっていうこうライセンスなんですけど、うんうん、一番最初のオープンウォーターだと、13メーターだっけ、なんかそこまで潜れるんだけど、うんうん、次のアドバンスのライセンスだと、うん、30まで潜れる。お、潜れる。そう、深さが変わってくるんだ。あとエリアや潜り方も変わってくる。あ、なるほど、うん、でアドバンスまでは最低でも取りたいと思っていると、うんうんうん、で、もう一個の写真を見ていただきたいんですけど、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、これが私です。はい、これがダイビングを、はい、し終わって登ってきて、うん、関東近県だと伊豆まで行ってまいりました、うん、あ、伊豆でやるんだ、はい、うん、登ってきて疲弊してる私の図でございます。なるほどね、はい、え、さっきの資格はいつぐらいに取ったの？9月。あ、本当先月だ。そうなんです、うん、で風邪ひいたの10月に。最悪でしょ。ね、せっかく取れたのにね、そうみたいなね、うん、でね、ライセンス取ってから、うん、3ヶ月間空けたら補修しないと潜らせてくれないんですよ、うん、ああ、そうなんだ。そう、死に直結するスポーツだから。あ、まあまあまあ、そうね、そう、うんうん、だからもう定期的に潜りに行かないといけなくて、うん、で、治ったから行ってこないといけないんですけど、うんうんうん、そう、で、見ての通り私、うん、あの超デブだからダイビングスーツ入んなくて、うん、これ作ったの。ああ、そうなんだ。6万、キャンペーンで6万。ああ、なるほど、キャンペーン、キャンペーン価格が結構しよると。そっか、じゃあレンタルは無理なのね。サイズないですって言われました。僕100スパスパッと165センチの98キロなんですよ、うん、ギリ、そう、ギリ踏みとどまっている。そうでね、身長に合わせると、うん、いや違う違う、体重に合わせると、うんうん、
要は身長がないから余るし、うん、身長に合わせるとない入らないしという状態で、FTM とかトランスジェンダーってとかくスーツが入る入らない問題があるわけですよね、うん、女性的な体型だから、要は上下セットでスーツを着るときにどうしても骨格上腕の長さが足りないとか肩幅が足りないって絶対出てきちゃうから、ダイビングスーツでもそうなのって思ったら、ただ肥満だったからでしたと思って一から作ったんですけど、さっきの写真で見てもらった通りダイビングスーツってピッチピチなんです。だから股間の膨らみが気になっちゃうトランスジェンダーって、うんうん、沖縄で僕一回見たことあって、あー、そうなんだ、うんうん、あの沖縄でみんなこう潜ってるのをこう見ると、うんうん、トランス同士って分かるわけですよ、うんうん、あの人トランスだみたいな、そ、うんうん、したらね、こうお股のところをこうやってバレないようにこうやってやってるトランスジェンダーの子がいて、ああ気になるよねと思ったんですけど、であんなピッチピチだから、うん、まあまあまあそんな感じで気になるだろうなと思って、うん、僕はブヨブヨだからどうでもいいんですけど、うん、でも他の男性の局部をこうやってチェックした、うんうんうん、意外にもっこりしてないんですよ、うんうんうん、だから、まあ、生地もそこそこ厚手だったりするのかな、そう、だから気にしなくても、うん、トランスの子もレジャーを楽しめるよっていうのも伝えていきたいなと思ったんですけど、うんうん、やっぱりまだスポーツ界だから、うん、更衣室男女なんですよ。ああ、はいはいはい、でね、うんうん、何を話そうかっていうと、うん、さっきの話なんですけど、はい、うん、あの海から上がるじゃないですか、うんうん、まあ、塩まみれですよ、うんうん、でシャワー室行くと、うん、で私は一応見た目が、まあ、自称だけじゃなく、うん、あの他の人も男性と認識してもらえる見た目になったかなと思うので、うん、男性更衣室ですよね、はい、うんうん、そしたらね、ついたてないからね、うんうん、もうポロン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 って状態なんですよ、みんな裸で、うん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 、だからこう、うわーって浴びながら隠しながら、うん、パンツを脱いで次のパンツを履くのがすごい速さだったりとか必要になってくる、うんうん、あれ多分ちょっとまだハードルあるかもと思って、あー、なるほど、まあ、そう、更衣室がそういうものだっていう風に分かってる多分ね、うん、あの視点が持ってればあれだけどね、そう、うん、心構えがあればね、ね、ね、そう、やっぱ古いというか昔からあるダイビングスポットだから、うんうんうん、別にほらなんだろう、更衣室そこまで困らないわけですよね、うん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 、いやそこまで なんて言えばいいんだろう、みんな潜ることに夢中で、うんうん、そこにジェンダーだの、うん、なんだろう、セクシャリティだのが介入するところまで来てないわけですよ、うんうんうん、だからこれ改良の余地あるが、うん、必要としてる人いないよな、うん、そこまでと、うんうんうん、なぜならパイが少ないから、トランスジェンダーのダイバーが、うん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 、でも諦めてる子は絶対にいると思って、うんうん、トイレも男女で思いっきり分かれてるし、うん、で立ちション便器と個室が1個とかなんですよ、すっごい並ぶんですよ、立ちション便器に男性陣が、うん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 、個室1個なんですよ、だからすぐ入れるんだけど、うんうん、では個室入りますって入るから、えみたいな顔でやっぱ見られたりする時があって、うんうん、ちょっと大きいのやるしみたいな勢いで入るんですけど、だからまだまだレジャーとかスポーツの世界って、うん、トイレ更衣室が本当にこれからなんだなと思って、うん、でもちろん女性更衣室は見てないですけど、うんうん、反対にトランス女性の人がダイビングしたい、楽しみたいと思った時に、うん、どうしても全裸にならなきゃいけない瞬間が出ると、うんうん、えちょっと大変だろうなと思って、うんうん、ちょっと私パイオニアにそこだけはなろうかなと、うん、ダイビングしやすい環境作りっていうか、うん、諦めてほしくないなっていうのをすごく感じて、うんうん、なんかそういうことできたらなって今回思ったっていうお話、うん、はい、うんうん、なんです。なるほどね、はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そんななんです。更衣室ね、更衣室ね、まあでもそれが男性の更衣室だろうが女性の更衣室だろうが、うん、基本はオープンかな、どっちにしても。どうなんだろう、女性の更衣室は入ったことないからよくわからないけど。オープンってもう丸見えってこと？そうそう、ついたてとかがなくて、ナイスナイス、うんうん、女性もない。だからそこは結局のところ、うん、まあなんか同性意識っていうとあれだけど、うんうん、ね、同じ性しか入らないから別に一緒っていう感じのオープンさなのかな。ね、ね、うん、辛坊さんは別に、あ、でもそっか、パーソナルスペースが
そこまでない空間が嫌だから、うん、どちらかというとそういうごった返した声質は嫌ですよね。嫌ですね。うん、そうですよね。嫌だし、まあ、あとは恥ずかしいが強いかも。人前でっていうのは。うん、それは LGBT 関係なく誰でもありますもん。誰でもっていうかその人によってありますもんね。うん、いやすごかったの。なんかシャワーがバーッと並んでるじゃないですか。うんうん、で入り口があって、うん、入り口入って右手にシャワールームバーンってオープンになってるんですよ。うんうんうん、その奥に更衣室があるんですよ。うんうんうん、でシャワーが全部で8個ぐらいあるんです。うんうんうん、もちろんダイバー8人だけじゃないから、うんうん、並ぶんですよ、うんうん、で男だから気にせず、うん、要はシャワー浴びてる人の真横に並ぶんです入り口から、はいはい、だからなんていうの、うん、ちょっとした、収容所みたいな要はシャワー浴びてる人こう待って見てるんですよ、うんうんうん、男性陣が、はいはい、うん、まだかなってシャワーのところは、うん、個室というかついたってなってるのなんもないあもうカーテンもない完全にあの丸見えよくあるパよく見るパターンだね海外の映画とかでもあ海外の映画でもあんまりないかまあでも時々あるよ ね、 そう、うん、ね真横でこう並んで見るみたいな、うん、あれやだよなと思ってだから死ぬ気で一番乗りで行って、うん、さっさと浴びて、うん、うーって着替えたんですけどそっかこれは大変だなと思ったけど、うんうんうん、だからいかにバレずに着替えて出るかっていう How to を僕はこう伝授できるように、うんうんパイオニアになろうかな どんなハウトなんだサッサッみたいなサッサッっていう、うん、あれはでもね、まあ、大変だと思うハウトっていうか対処法だよでもね対処法完全に、ね、そう、うん、でインストラクターさんは知ってるんですよ、うん、僕のもっと女子だっていうのそうなんだそう、うん、だからあの一番気まずかったのはシャワー室でインストラクターと会った時のインストラクターさんが、うんうん、あみたいなだから、うん、おみたいになって、うん、チュースつつ気にせずどうぞつって向こうはなんかどうしようみたいな感じで、うん別に僕は気にしないけど、うん、向こうはね、うん、もっと女性だと思ったら脱ぎづらいよな、うんまあ、まあそうだよねそう、うん、なかなか解決しないですよ更衣室シャワールーム脱ぎづらいのか目線のやりどころに困るのかどっちだろうねでもお互いあるかも、うんうん、僕もまじまじとこうやって見れないけどでもやっぱりその生物学的に興味はあるんです、うん、持ってないから見てみたいなっていう、うんうん、あの性的な意味じゃなくて、うんうん単純に好奇心とか興味からねそうなんですよ、うん、だから多分視線は行くと思うんですが、うんうんうん、お互い視線に困るみたいになるかもしれないけど、うんうん、なんか裸の付き合いっていい意味でねやっていけたらいいなとは思う、ねうんうん、憧れるなとは思うんですけど、ね、確かに、うん、そう、そんな感じでございました、はい、であのこの後は私、うん、あのその実は生物でもLGBT がいるっていうことで、はいうん、ちょっとせっかく潜ってきたので、うんうんうん、こういうのがいたっていうのと、はい、それが実は性転換するっていう生物をこの後ちょっとだけご紹介させていただけたらなと思うんですけど、はい、ちょっとその前に3曲目ですね流させていただきたいと思いますどうぞお送りした曲はたくさんでメロディーでございましたイエイメロディーイエイエイはい午後7時からお送りしておりますネクストパワー渋谷シダックス1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けしておりますはい、はい、では本日は相変わらず MC のみでお送りしておりますけれども、うん、イエ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 イ
ちょっと今メッセージいただいたんですけど、はい、今の流れでちょっとだけ、うん、LGBT な海洋生物を紹介させていただきたいと思います、はい、うんうん、今回はですね、オスからメスバージョンで、ちょっと伊豆で潜ってきたんですけれども、一つは伊豆で、いた仲間なんですけど、もう一個はまだね、見つけれてないんですけ ど、ちょっと紹介したいと思います、はい、一つ目がジャジャーン、ジャジャーン、かわいい鼻ひげうつぼちゃんです。あ、うつぼちゃんなんだ。はい、うん、で、この鼻ひげうつぼちゃんは、うん、暖かいエリアにしかいないので、うん、沖縄とか奄美とかあっちの方でよくいるんです。そうなんだ、うんうん、伊豆はウツボちゃんは2種類発見今回して、うん、トラウツボちゃんっていうトラ柄みたいなかっけえやつと、うん、なんかザウツボの茶色いやつがゴンブドでいました。はい、でこの子は、うん、オスからメスになる、うんうんうん、人間でいうとトランスジェンダー MTF でございますね。はい、うん、でございます、うん、わー、次がじゃじゃん、皆様早いな切り替わりが、はい、そう、すごいすごい早い早い、うん、ボタンエビちゃんでございます。あ、ボタンエビ、はいはい、食べますよね、美味しいやつ高級です。実はちょっとエビが苦手であんまり食べないんだけど、やべー、まあいいや、まあいいや、全然いいよ、シンポーさんが苦手なエビでございます、はい、これはもうそこら辺で売ってるボタンエビちゃんでございますけれども、うんうん、実はボタンエビちゃんもオスからメスにトランスします。一番最初オスで生まれて、メスになるトランスジェンダーでございます、うん、はい、なるほど、うん、でエビちゃんもね伊豆にいたんですけど、うん、トランスしないエビちゃんだったので、うん、ただヒゲが長いエビちゃんで、うん、だからちょっとねボタンエビちゃんは北海道にいるので、うん、寒いところでも潜れるように頑張りたいなと、うん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 、思っています。はい、ちなみにインストラクターの先生たちにトランスジェンダーって言っても通じなかったので、うん、隠れクマノミの逆バージョンですって言ったら、うん、あーって納得されたので、うん、あ、海の人たちって面白いなと生物で説明すると分かりやすいんだって。そうなんです、なんか環境が違うとそういうことがあるんだなと思いました。うんうんうん、これからもちょっと潜ってって面白、はい、面白生物たちを紹介できたらなと、はい、思っております。はい、うん、じゃあちょっとここでですねメッセージいただきました、ありがとうございます。ありがとうございま す, いますですね、はい、シンポンさん、たつきさん、こんばんは。こんばんは、お二人のこんばんは、あんばんこ誰よ、すみません、はい、うん、お二人の組み合わせは珍しいような気がしています、うん、お互いの印象などあれば聞いてみたいです、ピーちゃんということで、ピーちゃんありがとうございます。はい、おそらくこれはですね、はい、仲間のナナピーさんからでございます、ね、結局出しちゃうのナナピーちゃんからでございますね、きっとそうでしょうそうでしょう。じゃあそんなこんなでお互いの印象を、はい、っていうこと、いつの印象、いつの印象だろう ね、初印象だったら、だってね、あれ何年前だろうね。いや本当に2014年が LGBT ジャパンが任意団体でやるぞって言ったので、うんうん、多分その後ぐらいだから、でも2014年代だと思います。かな、春だったよね。あ、じゃ あったのね、2015年の春ですわかな、うんうん、じゃあ15年か、うん、結構前の4月とかだった気がする。ね、宇田川町のカフェでね、そうそうそう、ねお茶したよ ねでも何だっけ、うん、Facebook ででしたっけ、最初は何だったんだっけ。愛ちゃんはその後だもんね、うんうんうん、全然後だよね。そう、ナナピーさん、じゃあナナピーさんで混ざっちゃったシンポンさんが一番最初にお会いしてるから、うん、そうかな、うん、なんでだっけ、なんでだっけね。でも出会いました、まあ、でも SNS だったのは確かだったとは思 う、うん、でもよく忘れちゃった、うん、ね、忘れちゃったね、うん、どうでした、どうでした。でも多分そんなにヨークのイメージは当時からそんなに変わってないかも。本当、うん、いい意味で、いい意味で、あ、よかった、いい意味で変わらない、うん、よかった、うん、俺もいい意味で変わらないかも、うん、こういうキャラクターのまんまのイメージで見てるけどな、うん、ノリがよくって楽しくてってよかった、うん、こういうキャラクターってって今言おうと思ったちょっとね、ノリがよくて、ね、楽しくてみたいな、そうそうそう、うん、だってそうね、まあまあ、そこの例えばこう熱くなるタイミングのそのスイッチの切り替えとかはさ、うん、人だからもちろんそりゃ、うん、ね、おちゃらけてる時だけじゃないじゃないみたいな、うん、だからその部分で、うん、その多分真面目に喋ってる時とおちゃらけてる時っていうのがあるこの辰木陽君っていうキャラクターはなんか当時から別にベースは変わらずっていう
感じ。恐縮です。いやいや恐縮です。僕はシンポンさんはいい意味で変わらないのは、うんうんうん、昔からニュートラルだなってずっと思ってました。ありがとうございます、うん。ニュートラルだなって思ってました。うんうん、昔から、ね、2回言うけど。まあそれもね、よし足があるんだけどねみたいな。そう。いやなんか。うんすっごい助かってたんです、うん、ああ LGBT ジャパンやってた時に、うんうんうん、まあ僕ひどいよ本当にっていうぐらいこう、うん、なんだろうなパワハラみたいなもうやるぞ言ったら計画性なくばーみたいな、うんうん、今よりもっと、うん、だった中、うんまあ、なんか確かに飛びつき具合はすごかった、ね、すごかった一回落ち着こうみたいなのを、うん、やっぱり唯一言ってくれる存在がシンポンさんで、うんうんでまあ、わーって揉めた時とかも、うん、シンポンさんがニュートラルに言うんでもうここはこうでこうでこっちの気持ちは分かるしこっちはこうだからこうなったらいいよねみたいな、うん、だから今と変わらんのですよ、うん、今と変わらんのですよってやってくれてたから、うん、だから昔からだから物腰柔らかくてニュートラルだけど、うん、あの芯はお持ちだから、うん、シンポンさんはどう思いますかって言った時にやっぱりシンポンさんの意見はあるから、うん、そうだからすごくニュートラルあありがとうございます芯のあるニュートラルな方とそんな風に印象ですそんな印象を、ええうん、持ってもらえていたと、ええ、恐れ入ります本当 本当にだから今もあのネクストパワーでみんなでわーって話してる時にも、うんね、なんか新保さんの位置ってあの LGBT ジャパンの時とやっぱ、うん、ワイワイワイってやつの時と変わらんなと思いながらこう、うんうん、あ確かにそういうのあるかもねなんかね、うん、いい意味でこう、うん、俯瞰して見てちょっとね、そうそうそう、うん多分それはグループにとかっていう話じゃなくて、うん、多分、うん、気質的にある多分感覚かもなんか割とこう俯瞰視して見すぎる嫌いはあるので、いろんなことを自分のことも含めてね自分のことも他人のことも、うん、世の中のことも若干こう俯瞰視しすぎて介入できないみたいな、うん、でも羨ましいものそうだから僕俯瞰できないから、うん、そうだ ねだからシンポンさんのお仕事ってすごくシンポンさんに合ってらっしゃるんだなってすごく思います、うん、そうですねそこは本当にお仕事には役に立ってるかなって思うめっちゃ思う、うん、本当にだからニュートラルです、うん、はい、印象はもう一言で、ね、ニュートラル、はい、ありがとうございますニュートラルいただきました僕がなりたい僕は、うん、ノリが良くて、うん元気もりもりという、はいはい、楽しくてありがとうございます、ね、風邪なんかひいてる場合じゃないなと思っておりますけれども、ねね、そんなんでございます、はい、ありがとうございますコメント嬉しいですでい、はい、ありがとうございますいそしたらもうやばい縁も竹縄になってきてるから、はい、僕の告知だけ少しさせてもらおうかしら、はい、よろしいですか、はいはいはいね、ぜひぜひどうも恐縮です、うん、じゃあちょっと10月31日にあるイベントを、はい、10月31日、はい、なので名古屋なんですおはい、火曜日ってことそう、うんうん、ベリーファーフローム東京なんですけれども、うん、ぜひ時間が合えば来てもらえると、うんうん有名なダンサーさん の川本アレクサンダーさん、うん、多分踊ってるの 見てれば分かると思う、うん、いろんな方にダンスの振り付け提供されたりとか、うんうん、だと元 AKB ですかね、はい、SK 家の方とかそういうどなたですか僕がですねアイドルにすごく疎いんです決して彼女が、まあ、でも名古屋だから後藤さんですね SKE 後藤ララさんごめんなさい元 AKB48 でございますね、うん、後藤そうさんはい後藤さん後藤さんもね AKB 系お二人ぐらいいらっしゃるんですかやだもうごめんなさいとか、うんあとはシークレットゲストで結構な有名な方いらっしゃるんですけどまだ言っちゃいけないって言われてるから言えないんですけ どシークレットもあるそうなんですで仮装してハロウィンイベントなんですハロウィンイベントなんですけど、うんメインはアンコンシャスバイアスっていうことは何かっていうお話をして、うん、こうみんなが持ってる無意識な偏見とかをシェアしていこうということで、うんうん、車椅子の方だったりとか、うんはいはい、もちろんそのアイドルとかっていう肩書きとか、うん、あのトランスジェンダーとか、うんゲイとかっていう方で感じたことや自分たちも持ってるアンコンシャスバイアスをちょっとシェアしていこうっていうようなイベントで僕はこのイベントで司会をやるっていうようなはい大丈夫かっていうね司会ばっか喋んないようにしないといけないガチめの司会なんでですねなるほどねはいちょっと司会の本買いました今読み進めておりますのでちょっと頑張ってやっていきたいなと思っております会場は名古屋のどちらなんですか名古屋のですねよいしょエディオン
久屋大通公園です。もう名古屋市内のど真ん中でございますので、ちょっとまた僕の SNS でも紹介していけたらなというふうに思っております。お願いします。ぜひお越しくださいませませ、はい、それではすいません、1時間枠でお送りしておりましたけれども、本日の放送は以上でございます。次回は11月13日の放送でございます、はいはい。それではこの番組は Uber Japan 株式会社でお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。